カノユ介スケは福岡県出身のバスケットボール選手である。ポジションはシューティングガード。B リーグ B1 の名古屋ダイヤモンドドルフィンズに在籍している。福岡県飯塚市出身。飯塚市立省内小学校、福岡市立春、吉中学校を経て、福岡第一高校ではセックエルハジイブラヒマや早川ジミーらとチームメイトだった。 U-18 日本代表の主力メンバーにもなっており、エースシューターとして臨んだ2008年のウィンターカップでは決勝で洛南高等学校に71から73で敗れて準優勝している。東海大学に進学、4年時の2012年にはキャプテンとして臨んだ全日本大学バスケットボール選手権大会で田中大輝、針山ケビン、 バランスキー・ザック、橋本・アキスケラと共に優勝している。2013年、東京エクセレンスに入団した。同年の NBDL オールスターに選出されている。2016年6月、東京エクセレンスから、シガ・レイクスターズに移籍した。同年7月には、バスケットボール男子日本代表として、ウィリアム・ジョーンズカップに出場した。2020年5月、 名古屋ダイヤモンドドルフィンズに移籍した。2020年9月、エイクラダイト株式会社を設立。試合前には、原ンにでバナナを食べる。ありがとうございます。